グローバルウォーズもサードシーズンということで、まずは初戦、すごい大事になってくるんですけれども、まあ、初戦というには少し、まあ、もったいないというような感じで、まあ、たくさん今のところ、全てのシーズンにおいて、まあ、負け越しているんで、まあ、今日は軽く流して、まあ、次回以降につなげたらなと思います。時々がやはり台数あるっていうのは、まあ、毎度のことの話なんですが、まあ、他にもメイン機種って言われるもんを、まあ、常々狙っていきたいなとは思うんですが、まあ、前日下見に来ることができなかったので、ゾーン狙い、天井狙いも中心に、高設定狙いもいろいろと試合に入れて立ち回っていきたいなと思います。今回から、サードシーズン始まったわけなんですけれども、ファーストシーズンがね、僕3連敗、そしてセカンドシーズンも1勝2敗と、まあ、散々たる結果なわけなんですが、それ以上にね、僕だけサマイが圧倒的マイナスになってしまっているという部分にちょっと一番の危機感を覚えているので、まあ、個人的に、ね、しっかりプラス収支で終わるということと、あと今回初戦が J ということで、まあ、J を撃破できればね、3連勝も見えてくるんじゃないかなと思うので、まずは今日の初戦しっかり勝ちに行きたいと思います。今日の狙い台なんですが、まあ、お客さんの付き次第ではあるんですけども、まあ、メイン機種どころ、北斗の拳2機種、そしてバジリスク絆あたりをまずは朝一設定狙いで、打ちつつ、まあ、周りの状況を見て、ジロー君の出玉状況も含めて、まあ、臨機応変に立ち回っていこうかなと思っております。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。さあ、特にこれといって狙い台があるわけでもないんで、まあ、状況の把握というか、リセット状況から見れたらなとは思うんですが、攻めが変わったりするんでね、それこそ。さあ、端から。ああ、ガクンジック。綺麗に回った気がしますね。これも際どいな。で、目は変えていたとしても広角の対策まではしてないと思うんでね。はい、もう多分7台目8台目ぐらいです。今のところ綺麗にガクンした台はないんで。あ、行こうか。来た、広角やっとっすね。とりあえずこれから打ち出していきましょうかね。ここまではガクンした台が少ないというか、多分綺麗にガクンしたのは一台もないですね。けど、変更かけてる時多いので、まあ、やっぱり今日も出目の対策はしてるんじゃないかなと思います。まあ、こんだけ打ってきて広角が少なかったんで、もしかしたら末も結構あるのかなと、まあ、まだ全然わかんないんで、じゃあ2回りの状況見ながら行きます。では、お願いします。さあ、何が打てるか。今日もね、結構、まあ、前回 の、 そのゴールデンウィークの時の収録ほど多くはないんですけども、前に100人近くいたんかな、もしかしたら。なんで多分転生が取れへんかもしれないんですよね。おそらく絆は無理。意外と空いてる、意外と空いてるけど、ちょっとこれ心配。すでにガックンチェックはされてると。ただこうガックン聞いたっけな、ここガックン聞かないと思うんですよ。で、1回転回されてるのも謎なんですけど、とりあえず転生打ちますね。うわ、なんか友が
今までに比べたら初当たり取ってるね。さあ、天聖が朝一から早速、まあ、100アベシ以内に当たってる台もすでに見えてるので、まあ、どうなんか分かんないですけどリセットかかってる可能性が高い。でも黒台も朝一から全長スタートで、前回まあ、ゴールデンウィークなんでちょっと状況なんともイレギュラーな部分はあるんですけど、まあ、おそらく光太郎くんが朝一打ってた天聖がその後かなり挙動してたらしく、まあ、そういう台もね、まあ、今までもそうですけど天聖に割と当たりっぽい台もあったりするんで、とりあえず朝一天聖行って状況試合で共に行くって感じですかね。弱めしかってんで、おそらくチャンス一平から手洗う時です。40弱めし獲得、排除なしで250弱めし。このタイミングとかね、突然 AT 告知される時あるんでね、ただ2号路は超えたんですよね。2号路抜けた。だからさ、やっぱ1回目2回目グローバルウォーズ全然あれやったからさ、うん、今回参加するにあたって、うん、実はボーズにしたちょっとどうかなっていう話が出てたんよ。あ、そう、あの 全大会の時に一番弱いのはタク。そう、うん、もし第3回の黒バラはオーズ、ね、あるとするのならば、うん、もしかしたらいないんじゃないかなって。だからタクより強い人を募集して入れた方が、はい、面白いんじゃないかなってね。間違いないそれか坊主かね。坊主が、まあ、2択っすね、うん、参加したいんやったら坊主タクさん VS 二郎くんと。タクさんいるんですか。あ、俺はだから黒バラボーズに出るためには丸米にするって言ってたじゃないですか、うん、で皆さんちょっと楽しみにね、楽しみっすね。そうそうそう、それはそれでね、ちょっと見たいっすからね、うん、はい、1ミリで1ミリでそう、うん、結局でも髪の毛あるし。あ、俺知らなかったもん。ごめん、バリカ買ってくる。え、バリカ買ってくるあ、じゃあそれ、それね、それね、やめよう。ちょっとややこしい。あれやオープニングも乗ったし時系列よ、わからんくなる。ややこしい。あれ、うん、やめとく、うん、まあ、勝ちゃいいんでしょ。勝ちゃ勝ったやつは。いや、何がってようよく考えた、確かに僕に連敗してますよ、大会ね、大会というかファーストシーズン、セカンドシーズン。ただ、まあ、優勝してないやつも結局のところ、そういうとこ約300ゲーム弱回して今のところいいところはないと。まあ、最初僕らさんのことぐらいなんで、まあ、とりあえずちょっとこの台はやめて普通は軽くどうしようかなと、まあ、自分で勝つ勝つと北斗の方は高橋君はやめようかなと思うんですが、まあ、もし、めちゃめちゃ初当たり軽台が開けば、北斗の方の状況がいいというのは分かってるんで、まあ、そういった台だけ狙っていくような感じにしたいなと思います。なんでこの台はやめて違う台に移します。モーム B 狙われてる方いますね、お気取りで。まあ、でも朝のうちしか狙えないんで、でも狙いましょうかね。おとときの一発目の当たりが6ゲームで、トライ193ゲームで、おとときの手は全体的にボーナス軽いんじゃないかなと思いまして、ということはつまりリセットがかかってるんじゃないかな。まあ、これもチャンスモードからモード B に行ってモード B で193ゲームはまってるんじゃないかなと予想してこの台を打っていきたいと思います。240ゲーム通常点とかな、これ。
は終了。8ゲーム、これは天国じゃないでしょうか。さあ、目論見通り一発で点数上がってくれましたね。総ボーナスが600枚。327ゲーム、365アビシ、勝負リプレイからですね。8アビシ解除なしで447アビシ。346ゲーム、507アビシ、8点です。から点吹き、さあリセットっぽいんでここで引っかかってくれてもいいよ。カットも120アビシ、はい、解除なし630アビシ。539ゲーム、760サービス強チェリー。さあスイカ引きまくってからの強チェリーなんで、まあさすがに天波はいるでしょう。555ゲーム、779アベシから点を取って、おそらく B 点で当たるんじゃないでしょうか。セカンドサービス、ちょっとなんか怪しいアビスですけどね。というわけで364ゲーム当選で総投資が、950枚。ほら青、さあ最近もまだ全然転生でやれてないですけども、ではどうでしょうかっていうところですよ。おセルリップで音を乗せ、さあ本日一発目の試技勝負、勝負の4個です。青か、およしよしよし、一発で継続、ラスリップで2セット目。さあ試験勝負、勝負玉4個ナビなし、よーし今日はやれんじゃねえの。さあこれで2連勝、さあお次はここでいきます。ラスト、あーダメか。はい、ということで3セット434枚、もし押しで成功すれば、アビスチャレンジ突入、はい、解除なしで106アビシ、あ、いきなりベルで白、
ソック受賞からですね、まあ、これでとりあえずこのまま2頃まで様子見てって感じですね。サクサク高安、はい、解除なしで214安倍氏。さあ、で2頃はなし。はい、白鳥県伝説の賞なんですけども、初当たり1回引いて2頃まで打ったというところで、まず島全体的にいいだろうんですけども、まあ、いつも通り全部が強いわけじゃないと。で、僕の台も、まだ650ゲームぐらいしか、750ゲームぐらいしか回してないですけど、強チェリー確率253分の1、弱チェリーが50分の1と、もう見るだけでちょっとすぐにやめてもいいんじゃないかというような数字になってしまったので、なおかつ2頃で1回も当たらなかったというところで、もうこれ以上続けるのはちょっと危険なので、この台やめて、ちょっと友を中心にちょっと狙い台というか次打つ台を探していきたいと思います。はい、それでは次は北斗の拳と持っていこうと思うんですけども、まあ、今まで以上にお客さんの付けがかなり良くて、まあ、挙動差の台もある中で、まあ、この台まだ初当たり1回ですけど、まさいち120ゲーム30ゲームぐらいで、ヒットしてると、でもしかしたら AT5 降格じゃなかったっていう理由でやめてるかもしれないんですが、まあ、とりあえず早いゲーム数で初当たり1回引いてるんで、この台改めて自分でカンパしながら打っていきたいと思います。さあ、今3枚がどんぐらいですかね、持ちコイン350枚ぐらいなんで、マイナス600枚ぐらいかな。三打勝ち4ゲーム、コスイカこれで降格はいってると思うんですよね、少なくても。とりあえず弱スイカ、強スイカ、強スイカなんで、間違いなく降格にはいってる、なんなら当たっててもおかしくない。いいじゃないよ、ちょっとあるよ、これはないか。おいおい、404ゲーム、弱チャンス目。405ゲーム発展です。これは多分強水化からの発展かな。俺様が化け物じゃない。よし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 。というわけで409ゲーム、おそらく強制化からボーナス当選です。持ちコインで当たりました。なんとかなんとか。さあ、ここからですからね、大事なのは。やだよ、遅れた。13ゲーム、お、豪勝波。あら、まあ、これはぜひとも300